朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍団の最高指導者金正恩元帥が、南北イスラムの祝日であるめでたい太陽節に際して4月15日、この四川太陽宮殿を訪れ、偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記に崇高な敬意を表しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常務委員会朝鮮平委員長と、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会朴槿恵副委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員の金正恩内閣総理をはじめ、党中央委員会政治局委員と、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会の人たちが参加しました。金正恩委員長は、偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の全身像のあるホールに入りました。金正恩主席と金正恩総書記の全身像に、敬愛する最高指導者金正恩委員長名義の花冠と、朝鮮労働党中央委員会、朝鮮労働党中央軍事委員会、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会の共同名義の花冠が捧げられました。金正恩委員長は参加者とともに、主席と総書記の全身像に崇高な敬意を表しました。金正恩委員長は、主席が生前の姿で安置されたソウルを訪ね、最も敬虔な気持ちでお辞儀をしました。金正恩委員長は、総書記が生前の姿で安置されたソウルを訪ね、最も敬虔な気持ちでお辞儀を表しました。偉大な金正恩主席の生誕107周年記念主要報告集会が14日、平壌体育館で行われました。集会に、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常務委員会朝鮮平委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会朴槿恵副委員長と、労働党と政府の幹部、与党の委員長、党中央委員会の幹部、内閣、権労者団体、各省、中央機関の人、武力機関の幹部、朝鮮人民軍、朝鮮人民内務軍の軍人、南軍で革命学院と看板即革命学院の教職員と学生、平壌市内の各機関、工場企業の人、功労のある人が参加しました。また、太陽節、在日本朝鮮人祝賀団、在中国朝鮮人総連合会祝賀団など、海外朝鮮人祝賀団、代表団と同胞、半島民族民主戦線、平安支部代表の顔も見えました。中朝外交及び国際機構代表、大使館付き部官、訪朝客が招かれました。朝鮮平委員長が、偉大な領主、金正恩主席の不滅の愛国の業績が、社会主義強国建設の万年の礎石で永遠の勝利の旗印という記念演説を行いました。記念演説は、1912年4月15日が、朝鮮民族の数千年の歴史で初めて、偉大な人民の太陽が差し上った大幸運の日、不正室の偉人を迎えた人類の大きな喜びの日であるとし、諸国と民族の再生と不況の新しい歴史を創造し、勝利と栄光の進路を開いた金正恩主席の不滅の愛国の業績について述べました。そして、主席の崇高な愛国の意義は、偉大な金正恩総書記によって見事に引き継がれ、敬愛する最高指導者金正恩委員長の導きのもと、新たな歴史的転換期に入った。今後、敬愛する最高指導者金正恩委員長の周りに一致団結して、父の諸村の強制繁栄と社会主義運用の完成のために奮闘しようと述べました。
この日、偉大な金さん主席の生誕107周年報告集会と記念のすべんが、各道市軍連合企業所でも行われました。偉大な金さん主席の生誕107周年に際して、敬愛する最高指導者、金正恩委員長に、韓国民族民主戦線中央委員会から15日、祝賀の手紙が寄せられました。手紙は、偉大な金さん主席の気高い生涯や民主の絶大な信頼と支持の中、父の哲理を歴史に刻み、20世紀を民族自身を、韓国自称王の修理に削ってきた、卓越した指導者、傑出した革命家、民主の父の聖なる生涯として、鮮然と光り輝いている。北東山で切り開かれた金正主席の思想というのは、北東山の息子である偉大な金正恩総書記の高潔な忠誠と卓越した指導によって総合の引き継がれ、今はまた一人の不正父の偉人である敬愛する金正恩国務委員長によって3世紀を迎えている。金正恩委員長は北東山の強い気概と感力、揺るぎない自主の信念と抜きん出た政治力で、父の祖国を金正主席と金正恩総書記の映像で輝く太陽の国に輝かせ、民族の尊厳と威容を世界にとどろかし、民族の最高指導者で勝利と栄光の旗印だ。金正恩委員長のご健康を心から祈ると書いています。偉大な金正主席の生誕107周年に際して15日、敬愛する最高指導者金正恩委員長に全日本朝鮮人総連合会議中央常任委員会から祝賀の手紙が寄せられました。手紙は、金正主席が不滅の主張思想を創始して下手時代の行く手を明るく示し、下手思想の原則にのっとって革命と建設を前進させる時代の模範を示した思想理論の大化、不正式の政治伝道で人民大衆の自信を社会主義運用の完成のための万能の礎を固めた社会主義諸戦の思想だ。金正主席が切り開き、金正恩総書記が良好な会議を尽くして、世界革命防止運動のモデルに導いた、総連の民族愛、祖国愛の運動は、敬愛する最高指導者、金正恩委員長をいただいて、新たな歴史的な段階に入った。総連の格闘家と、在日諸戦人皆の熱い忠誠と敬語の念を込めて、21世紀の太陽で優しい父である、金正恩委員長のご健康を心から祈ると書いています。偉大な金正主席の生誕107周年に際して15日、敬愛する最高指導者金正恩委員長に大中国諸村元総連合会から祝賀の手紙が寄せられました。手紙は、金正主席が人民大衆中心の独創的な主張思想を創始して、人間解放、民族解放の冒険をもたらし、人民大衆の自信を遂行の立派な模範を作った卓越した指導者で、一世代に最も暴悪な二つの帝国主義朝敵を打ち倒し、官邸三例大国で百戦百勝の誇らしい伝統をもたらした皇帝の総帥で、日本海の社会革命と社会主義建設を勝利へと導き、我が祖国を十州自立を自衛の不滅な強国を誇って一番の政治伝道だ。金正主席が切り開き、金正恩総書記が勝利へと導いた主張の革命運動は、韓国民族が迎えたまた一人の不正主の偉人である敬愛する金正恩委員長をいただいて、正気を継いで勝利一路を進み、聖なる太陽の歴史がいつまでも続いている。金正恩委員長のご健康は、民族と世界の進歩的な人皆の切なる願いだ。金正恩委員長のご健康を心から祈ると書いています。敬愛する最高指導者金正恩委員長の朝鮮民主主義人民共和国国民会委員長選出を祝って、主張思想国際研究所の小上健一事務局長から金正恩委員長に花籠が寄せられました。14日、訪朝した主張思想国際研究所事務局代表団の滝沢康子団長が関係者に花籠を手渡しました。金正恩総書記に対して、偉大な金正主席の普及の著作、幹部は真の人民の注目になろうも、多くのベルリン、チャイナ人やプリント出版社から出版されました。
韓日説に関して偉大な金正主席の回顧録戦記とともに第1部抗日革命の第4巻がブラジルで出版されました。偉大な金正主席の生誕170年記念にブラジル人民委員会の主催で出版記念会が行われ、各界有志のほか市民多数がこれに参加しました。14日、セルゲイ・メドロフ、ロシア国家会議副委員長兼、統一ロシアのフラクション責任者率いる、ロシア国家会議政党連合代表団が、この三大の宮殿を訪れ、偉大な金正主席と偉大な金正恩総書記に敬意を表しました。韓日説に関して、ロシアの友、偉大な金正主席と偉大な金正恩総書記の銅像に、ドイツ判定フォーラムと、コンゴ民主共和国下院理事会のイエンジェ・キアク委員長から花籠が寄せられました。14日、主席と総書記の銅像に花籠が捧げられました。敬愛する最高指導者、金正恩委員長が、谷の里に参って、台湾同時に新型のトロリーバスを送りました。その伝達式が14日、ワンサン市保安広場で行われました。朝鮮労働党中央委員会、大沢副委員長と、台湾同盟の賛同者が集いに参加しました。伝達の字を大沢副委員長が述べました。王副委員長は、人民の幸せに喜びを見出し、人民のためなら、大金も惜しめない敬愛する最高指導者、金正恩委員長が、台湾同人民に深い配慮を求めを施したとし、道内の賛同者の名が、台湾同推進の創造者の運用を革命実践で輝かしていくことについて述べました。それで、決意の表明がありました。民族一番の祝日である誕生節に際して功労のある人たちに金尊勲章を授けることについても、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の総で第1号が14日に発表されました。総理になりますと、ウー・ジェイヨンさんのほか2人に金尊勲章が授けられました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常務委員会朝鮮平委員長が14日、県連のメンスベジジローで、ベトナム共産党中央委員会委員の党宣伝教育部、ロバン・トーン常任副部長率いるベトナム国家自衛団の主要メンバーの表記訪問を受け、懇談しました。天皇説記念の新切手が出ました。4種の切手で、切手の上には、偉大な金正主席の生誕170年記念という字が書かれ、日本朝鮮の宝庫である国際親善展覧会がデザインされています。また、金正主席に各国の党及び国家政府主犯から贈られた贈り物が、切手の染色が取れ、磁器の花瓶、乗用車ジュース、動画をはめた貴重品箱に反映されています。民族一番の祝日である誕生節に際して、像を改築された朝鮮百貨店の竣工式が14日に行われました。朝鮮労働党中央委員会、ウン・ジョンス副委員長が、朝鮮指導局、朝鮮百貨店の従業員とともにこれに参加しました。増改築された百貨店は、良質の各種食品と家庭用品、学用品、文化用品などが多様な形で独特に陳列されています。売り場だけでなく、構成施設やレストランも揃っている総合的で多機能化された百貨店、モダンな百貨店が建てられ、購買者の便を最大限に図り、人民の物質と文化生活を高めることに役立つことになりました。
包丁したベトナム国家芸術館の公演春の日差しの巡洋館マニスバ芸術劇場で行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会リースヨン副委員長と関係者が劇場でベトナム国家芸術団の主要メンバー中継ベトナム社会主義共和国特命全権大使に会いました。天然市内の文化芸術部門の制作者芸術館教員と中東各国外交国際機構代表大使館員の講演を見ました。芸術団は男性読書長生の歌女性読書名枠根性デュエット名前は一つ歌と踊りベトナム我が故郷などの演目を披露しました。巡洋館平壌の明治大寺寺堂で朝鮮民主主義人民共和国勲章及びメダルを各国の首席教授支持者に授ける儀式がありました。最高人民会議常任委員会平壌局書記長と関係者谷野哲美さんと補聴した首席と研究組織代表団と代表がこれに参加しました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の総理が読み上げられた後、首席層の強調と普及活動を活発に行って世界自身用に極力寄与しているロシア極東地域金正金正主義共産会のエネトリー・ドルガチェフ会長、モンゴル首席層三軍思想研究会のオーマ・シュバット執行委員長、オーストリア委員金正金正主義研究会のトーマス・ベシ会長、首席層国際研究所事務局のメンバーである滝沢康子さんに新聞勲章第2位、本人の首席層支持者に新聞メダルが授けられました。谷本総裁に対して、朝鮮民主主義人民共和国政府が14日、平壌のコロホテルで、首席層研究組織代表団と代表のための宴会を設けました。包丁した首席層研究組織代表団と代表が招かれ、朝鮮労働党中央委員会、キム・ギナム顧問と関係者が同席しました。谷尾説に対して、シム・チョンソン会長率いる中国担当市、朝鮮族経済文化交流協会代表団が14日、列車で平壌に着きました。谷尾説に対して、労働新聞15日付に、偉大な領袖、キム・ソン同士が人民のために成し遂げた業績が、それだけ巨額だろうと題した社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。朝鮮人がお伝えしました。こちらは朝鮮の国放送です。キム・イルソン主席の生涯と業績を振り返ってみました。偉大なキム・イルソン主席生誕の地マンギョンでは、朝鮮人民だけでなく多くの外国の友達も訪ねています。インドネシア台湾政策協会のディノパティ・ドジャリラルコーディネーターは、マンギョンでの主席の成果を見てこう語りました。このように質素な成果を見て本当に驚きでした。また朝鮮人民の民族解放闘争に深い感動を覚えました。キム・イルソン主席の父と母、叔父など一家の皆さんが革命家であったことに深い印象を受けました。朝鮮の偉大な息子である主席がどう戦ってき、また今のような朝鮮をどのように立てたかは前々から知りたいことでした。キム・イルソン主席の成果を深い感動の中見ました。ウガンダ国民抵抗運動のトベウン・リチャード副首相はまたこう語りました。to North Korea and I'm coming to a very bad place
the founding father of North Korea, I feel emotionally touched. And more so, 朝鮮民主主義人民共和国の創建者であるキム・イルソン主席の成果を初めて見ました。在りし日の姿をそのまま保っているゆかりのものと歴史的事実は、世界的な偉人がこの国にいたことをそのまま示しています。本当に感動です。私は朝鮮の新しい世代が創建者の精神とその名とともに輝く素晴らしいこの国を守っていくものと願っています。抗日革命闘争にゆかりのある中国の蔡英文さんのひ孫である蔡文さんはその気持ちをこう表しました。来るたびに新たな気分になります。毎度キム・イルソン主席の成果を尋ねてみますと、主席の大きな業績が振り返られます。主席は亡くなりましたが、私たちの心の中に生き続けています。世界の国でした。愛情と献身の生涯。4月15日は偉大なキム・イルソン主席の生誕日の太陽節です。明治1年1912年4月15日万元殿に生まれた主席は、国と人民のために生涯を尽くしました。主席の生涯の座右の銘は移民権でした。人民を天のごとくみなした主席は、生涯現地指導の道を歩み、人民への奉仕にこの上ない生きがいを感じました。主席の人民愛と献身の足跡は、北国の炭鉱と鉱山の村から、軍事境界線沿いの農村に至るまで、また東海岸の小さな港から西海岸の離れ島に至るまで、国の至るところに記されています。その中には、車が通れない偏僻な山村の小道もあり、砲声が鳴り響く前線の道もあり、雨や雪が降るぬかるみの道もありました。誕生日、祝日、日曜日も人民のための現地指導の塔についていた主席でした。平壌市モランボン区域人民委員会に勤めているキム・ジュソンさんのお話です。李安主任께서는생전에민주의생활향상을위해늘마음써오셨습니다9월에가시어도민주의생활부터부르시고김일성주석이나소장이인민생활의고조のため후신이시마다どこへ行っても、まず人民の生活に関心を持って、人民が喜んでいるのか、人民がどう思うか、人民の意向は何か聞いてみるなど、すべての施策と活動で常に人民を第一にした主席の姿を忘れられません。東京ニット工場の職長、ホージュンスクさんのお話です。이제한시민께서는1965년3개월날몽소유기사업장에까지사장시켰습니다지금도지금이라이나김일성주석은1965년의삼위후유노희고고사묘조원이마데키마시다생산능력이앞부시다이마모수주년마에노소노희노요니주석이가사묘조원의도어와켓에하이트클루요데눈이아스크나리마시が国の解放直後から偉大な生涯を閉じるまで、全国各地を訪ねたのは2万600カ所以上であり、その日数も8650日を上回ります。人間の想像を絶するこの驚くべき数字と事実は、主席が常に人民の中にいて人民のために生涯を尽くしたことを物語っています。主席の偉大さについての一つのエピソードが今に伝えられています。主席72年1983年7月、主席は訪朝したドイツの女流作家ルイザ・リンザーさんに余韻さんであったことについて話しました。しかし前、ある地質調査隊が高品位の金脈を見つけ、大規模な鉱山の開発を計画したことがありました。それについて聞いた主席は、ヨヒャンさんに鉱山を開発するなら
葉っぱの音に珍しく美しい鳥が驚いて飛び去り、健康場から排水が川に流れ込んで魚が死んでしまうと言いました。当時のことを話した主席は、数トンの金のためにニョヒャンさんの美しい景観を台無しにするわけにはいかない、今人民はニョヒャンさんに行って雇用と観光の日々を送り楽しく休んでいる、億万の金にも変えられないのが人民大衆の利益だと言いました。70周年の生誕日を迎えた主席は、私の願いは人民に愛されその支持を受けることであり、革命的義務は人民のためにあくまで戦うことだと言いました。生涯の始めから終わりまで人民に献身的に尽くした主席の深くも深い恩情を人民は永遠に忘れないでしょう。人民の切なる思いを込めて詩人たちはこう演じました。主席が生涯を通して築いた人民の世の中、それで人民は祖孫を主席の名で呼ぶ、国の歴史を語るなら奇跡の生涯を歌い涙に濡れるこの国の人民、感謝感激する路傍の石のように見捨てられていた人民に誰も持てない尊厳を与え、世界に一つしかない人民の国を建てた永遠の人民の父、偉大な金正恩主席が歩んだ耳に天の道を偉大な金正恩総書記が引き継ぎ、今は敬愛する最高指導者金正恩委員長が歩み続けています。その果てしない現地指導の道で、金正恩委員長により5000年の民族史に特筆すべき出来事が生まれ、金正恩民族金正恩祖孫の尊厳と国力は世界に轟いています。金正恩委員長がいて、金正恩主席と金正恩総書記の愛国の願い、強国建設の願いは必ず実現し、人民の幸せは一層開花するでしょう。愛情と献身の生涯、特別企画をお送りしました。